会ドクの中の人ってチャンネル名なのに国会ドクの話を全くしてないっていうあの何が言いたいのか分かんないチャンネルになっちゃったよ。はい、皆さんこんにちは、国会ドクの中の人です。今日は僕が今働いている、ミュンヘンの研究室からお届けします。はい、ということで、まあ、僕のこのチャンネル国会ドクの中の人っていうことでやってるわけなんですけど、で最近はちょっと、まあ、ちょっと登録者も増えてきて、まあ、430人くらいなのかな今は。はい、で、まあ、増えてきたのはいいんですが、あのなんか趣旨がちょっと違くなってきてるなって思って、国会ドクの中の人ってチャンネル名なのに国会ドクの話を全くしてないっていうあの何が言いたいのか分かんないチャンネルになっちゃったよ。そうだからちょっとなんかね、ほんと旅チャンネルみたいな感じにちょっと最近なってたのであのちょっと動線修正して、はい、あの国会ドクの話をします。はい、で、まず僕が誰かなんですけど、まあ僕はとある、まあ、トロント大っていう、まあ、海外大学で、工学生をやっている、まあ、大学生ですと。はい、で今はちょっと、まあ、ミュンヘンで、まあ、研究してる、まあ、それはあの、まあ、別の動画でも既にカバーしたことなので、まあ、省きますが、あの、まあ、とりあえず大学生ですと。で、僕が今運営している国会力っていうチャンネル、まあ、リンクはこの辺に、はい、あるかなあるんですけど、あのそういうサービスをちょっとあの運営してますと。で この国会ドクが何かっていうと、まあ、要するに、まあ、日本の政治家が言ってることを、まあ、データサイエンスとか、まあ、AI とか、あとあのデータ可視、データビジュアルデータの可視化ですねとかを使って、まあ、もっと分かりやすくしようよっていうのが、まあ、ウェブサイトの趣旨です。はい、だから例えば日本の政治家の、まあ、今はあの参議院でのまあ投票行動の可視化があったり、あとはあの何政治家 の、 あの議会で の、 あの発言に基づいて、その政治家のまあスタンスとか思想みたいなのをあの可視化して、で2次元1次元上にまあプロットしたりっていうことをやったりしている、ウェブサイトです。はい、で、まあ、まず、この動画、まあ、本当にめちゃくちゃダラダラ話す感じになると思うんですが、まあ、まずなんでこのサービスを作ったかというと、まあ、数年前にコロナがありましたね。うん、でコロナの際に、まあ、僕はまあそうですね、まあ、1年目僕の大学1年目の最後の方があのコロナで、で、まあ、試験がなくなったり、まあ、授業がオンラインになったりっていうので、まあ、コロナがありました。で大学1年目終わって夏休みの間は日本でインターンシップを、していて、でその時に、まあ、まあ2年目もどうやらオンラインになるぞということで、まあなんかあんまりそのオンライン授業に価値が見出せなかったっていうのがあって、よしじゃ休学しようって言って、まあ、日本でそのまま同じ会社で1年間お世話になることになって、で、まあ、そういう経緯がありました。でコロナの時にもともと僕ドイツ育ちなので、まあ、いろんな国のいろんな対コロナ施策みたいなのをちょっと比較する時があって、まあ、例えばそれこそまあね、ちょっとあのあれですけど、あの、まあ、アベノマスクとか、あの、あんまね、その科学的エビデンスに基づいてない日本政府の施策とかがあったり、で、まあ、ドイツ政府の施策はまあまあそれに、それと比較すればまあ科学的エビデンスに基づいてたのかなと。なんかこう日本だとね、なんかそもそもなんかみんなマスクつけてるけど、なんかみんな布マスクだったりして、なんかあんまり科学的には意味ないよねみたいな。でドイツだったら例えばあの何 FFP っていう、まあ、あのしっかり、基準を満たしてるマスクじゃないといけないですみたいなルールがあったり、そうだからその辺とかなんか科学的エビデンスに基づいてる施策をしっかり打ってる国もあったり、まああんまり、うん、まあなんかそもそも政治的なパフォーマンスなんじゃないかなみたいなあの施策を打ってる国もあったりということで、まあ、そこでちょっとまあ政治について考えさせられて、で
人生で初めてこう政治が直に自分の人生に影響を与えるっていうなんかシチュエーションがあった気がして、まあその政治を本当に意識する機会が僕にとってはコロナで、で、まあ、政治について調べようと、で調べようとした時にすげえ調べにくいなって思って、そもそも議員の人が国会とかで何を言ってるのかっていうのもすごい調べにくいし、こうなんか定量的にあの議員の発言とか思想とかっていうのを、まあ、分析してるサービスも、全くなくって、全くではないか、まあ、ほとんどなくて、でこれもうちょっとなんか、だけどそもそも民主主義って、まあ、僕みたいな有権者があの国会内で何が起こってるかっていうのを、まあ、100% 把握してないと、まあ、民主主義って本来機能しないはずなんですよね。じゃないとなんかね、ちょっとあいつイケメンだから投票しようみたいな、なんかこうすごく何表面的なことで投票してしまうっていうのが、まあ今の民主主義の欠点だと、欠陥欠点だと思ってて、ちょっと帰国子女なのでちょっとその辺のあれはふわっとしてるんですけど、あのまあ今の民主主義の欠陥だと思っていて、でそれを直すサービスをどうにかして作れないもんかのということで、まあ、国会でこう作り始めましたと。はい、でまあ今ちょっと出しますけど、まあ、まずはあの政治家の、投票行動の可視化から始めて、でその後にあの実際 の, あの政治家の発言内容を見るようになって、でこれをもうどういうふうに分析したら分かりやすいかなみたいなことを考え始めて、であのどうやら、まあ、大規模言語モデル、あの LLM を使ったら、あの発言内容をあの、まあ、ベクトル、ちょっとあんま難しい話はしたくないですけど、まあ、ベクトルとして出せて、それを分析すればもしかしたらあの一次元上にあの政治家のスタンスを、まあ、圧縮できるんじゃないか、であの可視化できるんじゃないかっていうのが、まあ、思ったんですね。あの僕はもそもそもあのトロント大学の AI 専攻なんで、まあ、その大規模言語モデルとか AI とかっていうのは、まあ、ちょっと知ってて、で、まあ、それを使えば、まあ、うまいことなんあの政治家のスタンスを発言から定量評価できるんじゃないかっていう、まあ、ことを思って、でそれをちょっと研究し始めて、で論文も出して、まあ、その論文の発表は、まあ、今度7月にあのカリフォルニアでやるんですけど、まあ、その論文の研究成果をもとにあの国会読 の, あの今出してると思うんですけどあの国会読 の, あの政治家の思想的スタンスの可視化みたいなのが、できたというわけなんですね。うん、であとは、まあ、あの他にもあの選挙区の可視化、だからそのどの選挙区からどの、どの選挙区でどの党の、議員が選ばれてるかっていうのを可視化して、そこからその議員の発言に直接飛べるようにしたりとかっていうのも、まあ、国会読ではやってますと。そうっていうのが僕が運営している国会読の、まあ、概要です。はい、そう、あの何本動画出した後に、なんか全然関係ない国会読に全然関係ない動画を散々出した後にこの動画を出すって、普通順序の 逆じゃねえかってちょっと自分でも思いますが、まあとりあえず、はい、そんな感じですと。で、まあ、最後にあの国会読では募金を受け付けていました。噛んだ、すげえ噛んだ。国会読では募金を受け付けています。はい、あのまああの大学生一人でやってるサービスなんで、別に何かこう資金的な援助とか後ろ盾があるわけではないので、まあ、正直国会読めちゃくちゃ赤字です。まあ、サーバー代もかかるし、ドメイン代もかかるし、サーバー動員代、あとまあ僕の能力、まあ、僕の能力はまあ ただですけどほとんどね。まあとりあえず、まあ、この3つがかかりますと。だからまあ今国会読のサービスに飛んでもらうと、あの募金ができるようになってます。はい、なので、まあ、心優しい方、もしくは、まあ、よし、まあ、こいつ頑張ってるからちょっと応援しちゃろうって思ってくれる方いましたら募金をお願いいたします。はい、本当に、まあね、あのこのサービス、まあ、皆さんの力で
あの日本の、まあ、民主主義をあの良くするためにあのどんどん頑張っていきたいと思いますので、まあ、もしねちょっとあの応援してもいいだろうと、思ってくれる方がいましたらあの募金をお願いいたします。はい、ということで今回はあのいつもとちょっとフォーマットが、まあ、いつもね旅ばっかりしてるんであの遊んでばっかりな人だと思われるのもちょっと嫌なんであれですけど、まあ、今回はちょっと違うフォーマットでちょっと真面目なあの僕が今やってる国会力というサービスの、概要と、まあ、その話を、してきました。はい、もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンとか、してくれたら励みになります。はい、ということで次回の動画で、次回はもしかしたら旅してるかもしれないですけど、また、はい、お会いしましょう。ということで